作者不詳、鴨のづくしより、ガゴゼ、鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、ガンゴウジガンゴジまたは、ガンゴジの鬼は、飛鳥時代に、奈良県のガンゴジに現れたと言われる妖怪。平安時代の、日本霊域、本庁門随などの文献に話が見られ、鳥山石炎の、ガト百鬼夜行などの古典の妖怪画では、僧の姿をした鬼の姿で描かれている。美達天皇の頃、 終わり国愛口軍方わ技とのある農夫が落雷に会う。落雷と共に落ちてきた雷神はたちまち子供の姿に変化した。農夫が杖で殺そうとすると雷神は命いをし、助けてくれれば恩返しとして雷神のように力強い子供を授けると言った。農夫は雷神の求めに応じてクスキの船を作ると雷神は農夫の見守る中それに乗って空中を登り、 雲や雷と共に空へ帰っていった。やがて農夫の妻が雷神の申し事でも言うべき子供を産んだ。それは頭には蛇が巻きつき、頭と王後頭部に垂らしているという異様な姿だった。雷神の言う通り生まれついて怪力を持ち、10歳の頃には力自慢で有名な皇族の王の一人と力比べで勝つほどだった。後にこの子供は元号寺の同児となった。 折しも、元号寺の首郎の童士たちが、毎晩のように変死する事件が続き、鬼に殺されたものと噂が立っていた。童士は、自分が鬼を捕まえてみせると言い,い、鬼退治を買って出た。あらかじめ衝動の四隅に明かりを置いて蓋をしておき、自分が鬼を捕まえたら四人の童士たちに蓋を開けさせて、鬼の姿を実験しようということになった。ある夜に、首郎で待ち構え、 未明の頃に鬼が現れるや、その髪の毛を捉えて引きずり回した。四人の童子たちは行転して蓋を開けずに逃げてしまった。夜が明けた頃には、鬼はすっかり頭髪を引き剥がされて逃げ去った。結婚をたどっていくと、かつて願号寺で働いていた、うらいな下男の墓まで続いていた。この下男の資料が霊気となって現れたのであった。この霊気の頭髪は、 ガン寺王の宝物となった。この道寺は後にも、怪力で活躍をした末に得度失血し、同情防止となったという。山織哲夫は、日本古来の神の観念の本質を論じる文脈の中で、この説話の背景となる世界観に注目している。すなわち、前半の落雷が、少子に変身して、直ちに昇点してしまう点、後半の霊気が、 夜のみ登場し導に寄せなければその実態を確かめられない点を挙げ、共に心霊の正体というものが本来備えている、秘匿性をよく示すものであると指摘している。米国ブリガムヤング大学のハロルド・ビー・リー図書館が所蔵する妖怪絵巻より、が、号の名が記された妖怪が、江戸時代の古書によれば、お化けを意味する児童物ガゴゼやガゴジは、この願号字が由来とされ、 実際にガゴゼ、ガゴジ、ガンゴジなど、妖怪の総称を意味する自動語が日本各地に分布している。しかし民族学者、柳田国夫はこの説を否定し、化け物がカモウゾと言いながら現れることが起因するとの説を唱えている。ありがとうございます。